角武氏は、五代公衆の初代皇帝、病房は大祖、京州、行山形の出身、角官と王子の間の子。父は、新王利活用の時代に死死に任じられたが、角武氏が三歳の頃に戦乱に巻き込まれて戦死したために、家門は没落し、養母の藩士に養育された。成長した角武氏は、一兵卒から立身して、留置園にその才能を見出され、 重心となった。竜知園が五感を建国するに最初対抗を挙げ、数密福祉にまで昇進している。岡田秀弘は、柴久氏は、慶州、行山形の人であるから、肝心のようであり、養父の角武氏は、慶州流岡県の人であり、柴久氏は、角武氏の妻の兄の子から角武氏の養子となったから、同じく、肝心のようであるが、異民族とされる。 当庁の起こったのは、竜高史県であり、当庁の先祖の李広氏、李高史鈴の二代の墓があるのも、竜高史県であり、李高史鈴の子が、リトラであるように、竜高史県は異民族の重地であり、同じ異民族の安禄山も慶州出身だった、ことから角武氏、柴久氏はもともとは、特欠さ多ブの血筋を引いていると考えて良いと、述べている。948年。 劉置縁が没して、劉守雄が即位すると枢密死に昇進する。さらに喫炭を撃退するなど多大な軍港があり、人望を集めたという。そのため、その実力を劉守雄に恐れられるようになり、一族を皆殺しにされた上、自身も命を狙われるようになる。このため、軍と共に逆に反乱を起こして、劉守雄を殺害し、劉置縁の甥いの留院を皇帝に立てたが、 まもなく殺害して自ら皇帝として即位し、公衆を立てたのである。即位してからの角武氏は、農村復興や、節度氏の統制、軍事力の強化など、内事に力を注いだという。家族が皆殺しにされてしまったために、各岳氏と共に行動していて、難を逃れた義理の甥いである、柴久久しが後継者となった。ありがとうございます。